はい、AKB48 63枚目シングルの、選抜紹介ということで、今回は平田由紀さんを紹介したいと思います。お名前が平田由紀さん、所属事務所が DH、 ニックネームが由紀、生年月日が2002年9月3日、出身地が埼玉県ということです。ルックスはご覧の通りですね、とても可愛いというか美人というかとてもいいですね。若干背が低いのが意外なところなんですけども、とにかくルックスがいいということで、運営もプッシュしたい感じを感じております。で、内面的にはですね、ちょっとクールな感じが見受けられるというか、消極的な感じが見受けられます。アウトオブ48という番組での、参考を途中で辞退したりとか、言動の方はちょっと冷めたような点が見受けられるというところがちょっとマイナスで、実際に、どうしても君が好きだというシングルで選抜に入ったものの、次のアイドルなんかじゃなかったでは選抜を落ちてしまいましてですね、その時にご本人がそういう自分のまあ行動というところで、行動ややる気みたいなところで、良くなかったっていうところを反省を述べておりまして、でそういうところがあったんじゃないかっていうところはございますね。ただ一方で素の場面、素の様子を見たりすると、なんか天然で、自由奔放な性格のような感じが見受けられますので、そういったところの魅力が出てくるともっと人気になるんじゃないかなと思います。あと大きな出来事というか経歴としてですね、AKB に加入前に、恋愛リアリティショーというんですかね、恋愛系の番組に出演して、その際にですね、付き合った人が4人いるというように、公言している。まあ加入前の恋愛とはいえ、恋愛を彼氏がいたことを公言しているのは史上初じゃないかなと思うんですけども、そういったところがオタク心をですね、くすぐらないというか、オタクは興味を、避けてしまうんじゃないかっていうところがありまして、私自身もそんなような感じがございますね。とはいえ本当に、顔が可愛いですし、結構性格的にも楽しい天然なところがあるので、これからどのように伸びていくのか注目したいメンバーでございます。今回は平田由紀さんでございました。ありがとうございました。